K1200R です。ブレーキですね。はい、とりあえずホースをつなげて、はい、で、ここついてたやつがちょっと厳しいので、なぜか知らないですけど、アダプターのところがね。だからうちにあるちょっと、はい、違うやつを使って取り付けてます。はい、で、まあ、特にね、踏んだ感じとか問題ないと思うん でちょっと、まあ、この後試乗組み立ててからね、試乗して、はい、問題ないことを確認して、それからちょっとお渡ししたいと思いますけどね。はい、とりあえずキャリパーもね、組んで、でここの、ブリードスクリューはステンレスのものに交換をさせていただいてございます。あとマスター新品ね。はい、でホースも、まあ、これ新しいやつね、はい、になってございます。はい、こんな感じでね、で前と後ろ、はい、ホースは、グッドリーチ製のですね、ステンレスございます。はい、まあ、あとはですね、あ、そういえばですね、ちょっと前にメールをいただきましてね、で、あれは K1200RS でよろしいんですかね、あの後期型のね、はい、それで、なんかこう、クラッチが滑るらしく、ね、で、結局オイルが回っちゃってるっていうね、だろうということで。距離はね、なんか、まあ、走られてないみたいなんですよ。なんでね、まあ、基本的にはね、購入したお店でちょっとね、こうなんですけどっていうことがあれなのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、もちろんほら、個人売買とか、まあ、いろんなパターンがあると思うんで、一概にね、なんとも言えないので。で、まあ、クラッチをね、ばらして、そのクラッチをちょっと脱脂して、っていう作業をね、ちょっとできますかっていうのをおっしゃられたんで、ただうちはちょっとですね、そうなると、まあこれ外すのにね、この辺みんなも、まあ後ろ回りはみんなバラしていくことになるんですが、そうですよね、結局慣れていればね、何度もやってる作業でしたら、例えば容量が分かっていればパッパッてやってね、その日のうちにちょっと気合い入れてね、終わらすっていうのができるのかもしれませんが、何分ちょっとこれやったことないんですよ、外したことはね。なんでもし外すとなると、いろいろどうなんだなんだって考えながらね、あとエンジンちょっとやっぱり ずらさなきゃいけないみたいですね、少しね、はい、でないとこう抜けないっていうね、これがね、はい、でそういう作業になるんで、まあ、時間がかかると、あと場所ずっとそのまま占有してしまうので、ちょっとね、今この状態でやるのは難しいですかね。そうするとずっと難しくなっちゃうんですけどね。どうしたらいいんですかね。まあ、なんでちょっと今はね、うちはちょっと受けられないですかねっていうお話をね、ちょっとさせていただいたんですけど、で、動画でね、海外の方なんですけど、ここにね、どこだかな、ここかな、この辺に穴を開けて、ここにブリード、ニップルみたいについてるんですよ。で、下にまた穴開けてあって、でここからパーツクリーナーかなんか入れるんですかね。で、ホイール抜くっていうね、下からね、そんな動画がありましたけど、いやー、でも解決にはならないですからね、そうやっちゃう、やってもね、かね、結局しかも穴開けちゃうとね、せっかくのね、あれが台無しになっちゃうんで、どうなのかな。でもね、その同じ方がの動画の中にクラッチ交換してるのあるんですよね、動画がね。だからまあ一応あれは、こんなことやってるみたいな感じで作ったのかもしれないですけど、で普通にバラしてね、動画、クラッチ交換してる動画もあるんで、まあ、そっちが本来のあれなんだろうなとは思うんですけど、でやっぱりこういうバイクになると、まあ、そういう作業となると、まず普通のバイク屋さん受けてくれないですよね。まあ、普通のバイク屋さんっていうのがどういうバイク屋さんなのかっていうと難しいですけど、まあ、一般的な日本のオートバイやってるとかね、中古車、これは普通の街のバイク屋さんみたいな。でディーラー、問題はディーラーがやってくれればいいんですけど、ディーラーは多分自分のところで販売してないと、やらないってことは言わないと思うんですけど、ちょっと時間かかる。はい。ちょっとさ、仕事を、まあ、お受けできるまで、まあ、ちょっと2、3ヶ月かかりますかね。っていうような話になるかもしれないですよね。まあ、だから、そのあたりで、どうですかね。まあ、それでも、車両自体はね、非常にいいバイクですから、直してね、乗るっていうのは、やっぱり一番いいんじゃないかと思うんですけど、そうですね、うちでね、ちょっとね、
何分ね、やったことがない作業は時間かかっちゃうんですよ、どうしても。特にそういうこうちょっと変わった作業ですよね。そうですね、それは時間かかってしまうので、どうしても、申し訳ないんですけど、せっかくね、動画を見て、ね、いいっていう話でね、せっかく購入されて、そういうんじゃね、オイルシールが抜けちゃうとね、回っちゃいますから、ね、どうしたもんですかね、ちょっとね、いやー、難しいですね、うちでやるのはね。で、K1200LT のクラッチを交換、個人、自分で一人でやってる方いらっしゃいますよね。そう。ガレージでね。あれはそうですね。だから、できない作業ではない。例えば、ほら、2人いないとちょっと厳しいとか、そういう作業ではないとは思うんですけど、ちょっとね、何分ね、今の、あれではちょっとなかなか、ああいうセンスなんて受けちゃってね、なかなかできないってことじゃ、それはそれでご迷惑をおかけしちゃうんでね。なかなかちょっと手に余る今の状況ではっていう感じがするんですよね。これが例えば、でもうちで売ったバイクだっていうと、またちょっと話はまた変わってきちゃうんで、それはもうやらざるを得ないっていうのはあるんですけどね。いや、何、じゃあ自分のところで売ってないやつはいい、何、あれなんだ、断るんだって言われちゃうとね、あれなんですけど、いろいろそういうの、多少はね、やっぱり自分のところ、作業も優先順位っていうのは多少やっぱりありますしね。いろんな面でちょっとあるんですよ、そのあたりはね。そのあたりちょっとご了承いただいてね。そんな感じで、バイキャの夕方なんですけど、バイキャの宅配物のコーナーでよろしいですか。どっかで見たことのあるマークだ。俺、なんか注文したかなと。注文したかなと思って。注文しょっちゅうしてるんであれなんですけど、あれ、今日出荷じゃなかったかなとか思ったんですけど、そう。で、見たらね、あれなんですよ。広島県福山市。福山です。福山通運っていうのもありますけどね。福ありがとうございます。メールいただきましてね、送りました。すいませんね。せっかくですから開けてみましょう。どんなあれが入ってるのかな。楽しみだな。そう。ね、いろんな方がね、うちの店長を気にかけていただいてね、いろんなものを実は送ってくださって、ありがたいですよ。本当申し訳ないですけど。すごいですよ。やっぱりね、わかるんですね。うわ、全然もう違うんです。店長のこのね、わーって感じなんですよ。そう、すいません、ありがとうございます。これなんだ、ちょっとまだだよ、ちょっとまだだよ。すいません、ありがとうございます。お、シカボン、これは喜ぶだろ。 この間も実はね、いただいてるんですけど、バリ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 だ。鹿せんべい、いや、どうなんですかね。すみません、ありがとうございます。あ、面白いです。これ四角を切ってあるんです。これいいですよ。もうね、潔いの。原材料名、鹿骨。すごいでしょ。ね、加工も何もしてないんですよ、これはね。鹿レバー、鹿肉。あ、こっちは、鹿肉とね、あれで作ってるね。人気があるけど、これもなかなか商品として、ない時が結構あって。売り切れでね。で、なんかまた入ったみたいなんで、お送りします。すいませんね。ありがとうございます。私にできることがありましたら、これなんですか？なんだろう。なんですか？これなんですかっていうのが変ですけど。なんだろうな。この袋はなんかよく甘、すいません、甘天系の。すいません、ありがとうございます。嬉しい。これは嬉しいな。これはちょっと店長食べられない、私がうちのと一緒にちょっと、アモチン、あ、アモ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 チン、あ、アモチン、アモチンですかね。尾道ら。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。本当に瀬戸内の小魚を出しに。いいっすね。いや、
このタイプがね、洋華堂、まあ、こういう四角にね入って、普通の箱入っていろんなあのやつ売ってたりするんですけど、いやありがとうございます。結構すみませんそういう方が、ね、余計なあれかもしれないですけど、ありがとうございます、すみません本当に、はい、あのすみません、あのいやいや余計なあれはダメです、はい、はい、あのありがたく、はい、あの食べさせていただきます、ね、ありがとうございます、すみません、はい、これがメイン違うんですか、ね、はい、であの今日ですね、あのちょっとダウンタウンのお客様がね、あの引き取りでちょっといろいろね、うん、でそしたらで、そのそしたらですね、あの肉山さんがお見えになったんですよ。そう、最初分かんなかった、あのなんかね、あれはホンダの B の、そうホンダの B の赤いホンダの B の B って来られたんですよね、うん、なんかあの女性の方が来たなと思ったんですけど、あなんだろうな、知らないなと思って見たら、あ肉山さんだと思ってね、あのバイク買ったんですそうニコニコしようね、バイク買ったんですって、はあ、はあ、いやうちバイク屋なんで、バイク屋にバイク買ったんですってね、店に来られてもね困っちゃうじゃないですかね、ひどいですよねね、そうで、なんかあの目何でしたっけ、コンビニ服にねビニール袋がスーパーでなんか買ったようなあれが入ってるんですけど、大根となんかいろいろね入っててね、豚汁だし余計なことですからね、まあそうだね、はい、はい、なんか相談があるんですけどね、相談なんか、いやそれはなんか危険だなと思ったんで、あのいやあんまりそれはって冷たいで、そう私冷たいんですよ、でもねいろいろ書かれたやつからね、あそこの場合は冷たいとかね、あのなんかどうだとかね書かれたら困っちゃうんであれなんですけど、あのでなんかねあれを変えるらしいです、タイヤを、うんね、なんでしたっけ、あのモンキーね、モンキーの、はい、名前言えないで、あれ、あそれでね、あの前回ね、お見えになんかなったじゃないですか、でひどいんですよね、シートのあのボルトが止まっ なくなっちゃってるとかね、ひどい状態の、で後ろのタイヤなんかツンツル点でね、うわこれはすごいなとかいろいろ思ったんですけど、なんかあのツーリングに出かけるから、タイちょっと整備し、珍しいですよね、だいたい整備しないで出かけるじゃないですか、あの方で出先で整備するんですよね、基本的には。そうで出先のバイク屋さんにいろいろ迷惑をかけるっていうね、うん、そういうのを楽しんで、そんな感じですよ、確かに違いましたっけね、うん、あでもなんかね言ったんですよ、そのあれですよっつって、私ここにもってもう3、4回来てますよねっつって、気に入ってるってことですよって、出なきゃ普通来ないです、来ないですかって、いや出先ほとんど出先なんだからね、行かないと思うんですけど、で結局ですね、何の話だったんですか、直すっていうね、うん、あそうタイヤ変えるっていう、だ送っていいですかって言ってね、まあうちで買ってくんないですよ基本的にうちで買わない、そう作業だけですか、まあまあそれでいいんですけどね、はい、まあそんなところでね、うん、ね買ってくんないんですよ、すごいですよね、そうあのなんとかショップ、ねあれなんだろうな、海外の方になんとか通ってあるじゃないですか、 そこの名前でね、キヨロシカイドっていうのがあるんですけど、そこのお店、そうあヤマハさんのお店、ヤマハ系のお店なんですかね、あそうか、そううちであのタースリーを購入いたね、お客様もそちらであのジョグを確か購入されてるんですよ、同じですね、やっぱヤマハね、そうで、あこれホンダの B のですね、えヤマハですよって、いやいやホンダじゃないんですかつって、そうで見たらね、クランクケースカバー、クランクケースカバーというのは何だろう、ベルトカバー、ベルトカバーにホンダって入ってるじゃないですか、ホンダってほらここにホンダって入ってますよ、はぁなんでこのホンダって入ってるんだって、えじゃあ何これ、どこにヤマハはどこに行ったって、前にオンサマーが入ってね、そんな時代は変わりましたね、昔は HY 戦争なんてやってたんでしょ、ホンダとヤマハね常に競い合ってね、なんかやってて、でヤマハの敗北宣言、あれ嫌ですね敗北宣言ね、あのほら将棋とかもそうじゃないですか、参りました、ですね、言いたくないですよね、負けましたとかね言わないといつも続けようがないんですけどと思うんですけど、まあね、ヤマハがもう、まあ、本田さんには逆らえませんと、ね、もう言いなりになります、そういうそれは言ってないか、負けました
とか言ったかどうか知らないですけど、もう無理ですって言って、言ったんですかね、それはなくなった、とにかくどん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 新車出してね、何やってたんですかね。そういうのが反動が大きかったんじゃないですかね。それが今じゃね、あのホンダが作って売ってるっていうね、面白いですね。でもよく見るとあれ B のいいですね、前回りのあの部分はあれはヤマハの B のですよね、まるまるね。だからそれをうまく使ってるんですかね、なんかそんな感じしますよね。台湾から入れてるんですかね、あれね、どこで作ってるんだろう、うん、同じですよね、フォーストの B のツーストフォーストあの辺と一緒ですよね。で、あのオン様がね、多分外れますよね、外してネジがあって外してパコッと外れたんですよね。面白い、うん、新車でしたね、うん、いいお店みたいです。はい、うちはあんまいいお店じゃないから、そう、で私ちょっとまた他のお客さんもお見えになったん でちょっとねそっちで終えて、でそしたらなんかダウンタウンのお客様とね、その肉山さんがお二人ずっとお話をされたみたいでね、うん、でなんか立ち退き云々みたいなそれはどうのこうの、ああそうなんですか、いいですねみたいな、いえいえ別に全然お金がいやつの話をね、うん、で、うん、あそうなんですかって、知らなかったですつって、あそれぐらい出るんですかと、そう出ますかって、あそうなんですかって話になりましてね、はい、でもそういうの聞くと安心ですね、うん、やっぱりちょっとねやっぱりねえ引っ越しをちょっとだけもらって厳しいですもんね。だからね、そお店はねやっぱり顧客、ね、リストが何百人ね、この方々がねうちに来てくださっているんで、そういうのがね重要みたいですね。はいね、そんな感じで今日は、いろいろとございました。あ、そういえばね、あ、新山さん出るって言ってくれたんですよ。うちの動画出てくださいよ、ちょっと。あ、いいですよ。って言ってくださったんですけど、結局そのまま書いちゃいましたね。おかしい、おかしい。そう、おかしいんだよ。ずるいんですよ。だってね、言うと、あのファンに怒られると困っちゃうんで、私はあんまりね、あれですけど。はい。という感じで、とりあえず今日は、まあ、まだ6時前。いいですね、早く閉める、これですよね、はい、とりあえずこちらのね軽線 200RS も大体できてきましたんでね、あと外装戻して試乗して、そう試乗重要です、言われますか、乗りました、絶対言われるんですよ、言われあーあのなんで乗らない、なんで乗らないんですか、そう顔つき変わるんでね、あ乗りました50キロぐらい乗った方がいいですよね。そうそうね、いろいろ触ってますからね。はい、まあちょっとで50キロ走るとね、1時間以上かかるでしょ。厳しいんだ。1時間以上厳しいんだ。本当試乗って大変ですよね。なんか乗って楽しいわけじゃない、別に楽しいわけじゃないんですよ。でもやっぱりこういろいろ大丈夫かなっていうのをね見ながらこう考えながら乗るでしょ。ね。で。一応北千葉道路っていうのがあるんで、町に乗ってねバーって行って向こうの終点まで行って戻ってくると大体50キロぐらいなんですよ、うん、まあ、北千葉道路自体はね法定速度70キロなんで結構ね、で、まあ、渋滞っていうのはまだほぼないんでずっとね流れるんでいいんですけど、うん、やっぱりね そこまで行く道のりはね、うん、結構ね渋滞だったりとかねしますからね、はい、そうなんだよな、やっぱりね重要ですよね、試乗しないで渡すのはとんでもない話ですよね。そうですよね。本当ですよ。いや、そう基本的に乗るのはまず余計な話はこのことにさせていただきまして、はい。あいいなあ、尾道ラーメン。嬉しい。でもね、じゃあうちも何か送りたいなと思うでしょう。でもいやいいですからって言われちゃう。そんなもんないですかね。何がいいですかね。ね、そうなんか面白いものがいいですよね。千葉ってなんか面白いもありますかね。あ、前はなんかあります？わかんない。あんまないな。大体ピーナッツでしょ？ピーナッツ。ね。あと銚子の濡れ線とかありますけどね。あと何がありましたっけ？まあそれは楽しみということで。何か機会がございましたらまたということで、ありがとうございました。